はい、わけもくんです。こんにちは。はい、こんにちは。えね、まああの、この間、散々、表情式の関連で話は聞いてるんで、はいはい、えー、俺は中身はわかってるんだけど、はいまあ、ファンの皆さんも多分見られたり、新聞見られたりしたと思うんで、うん、ただ、あの、やっぱり幼虫の具合が、あの、どの程度なのかっていうのは、うん、まあ皆さん心配してると思うんで、現状としてどうなのか、はい。そうですね、まあもともとナショナルチームで活動していたときに、まあ起きた、あの、ヘルニアがちょっと、 まあ振り返したっていう形だったんで、うんうん、あの正直ちょっと心配なところもあったんですけども、うん、まあ先週ちょっとあの和歌山の方にあの練習しに行った時には、まあ割と普通にできたと思うので、うん、まあ体調、体の面に関しては特には問題ないんですけれども、また本番ちょっと走ってみるとわからないところもあるので、うん、はい一生懸命頑張りたいと思います。まああのこのコーチの500バンクっていうのは、今日今練習してきたでしょ。はい。えー、間食どうだった？うん、もともと 何ですかね結構前の話になるんですけどもあの東西王座で走って以来のイメージがあるんですけども、うんはい、まあその気温が寒いわにはそんなにバンクのコンディション的には悪くないなというふうに思っているので、うん、あのイメージは本当にいいなというふうに思ってます。うん、あの回収したって言うんだけど、はい、どうか回収ど,どうか変わったようなとこあったの？なんか最初重たいイメージちょっとあったんですけども、うん、まああの。 多分今日に関してはやっぱ風の影響が結構大きかったのもあって、うんまあ、なければ、まあ、回収してちょっと重いイメージだったんですけども、も乗った感じは軽かったですね、はい、あの色はどうバンクの見やすくなったといえば見やすかったんですけども、も、まあ、それは、うん、あの気にしすぎるとレースに影響しそうなので、あ走るときにさ、やっぱり色がついてるのとついてないでは、なんか違ったりするうん距離感はちょっと変わったりしますね。う やっぱり後ろにいたときに、今度前詰めていくときに。そうですね。感覚的に違ったりとかそ、ね。そうですね。勝負どころで、まあ距離感間違えると、あの。やっぱその着にすごく大きく影響するところもあるので、うん、そこはしっかり気をつけたいですね。五百番組そのものはどうなの?。やっぱり嫌いじゃないでしょ僕自身はその、まあ距離はもちろん長くなるっていうのもあるんですけども。うん、でも、それに関しては、その先手は取らせてくれるっていうイメージはちょっとあるので。うん、まあ悪い印象はないですね。 うんまあ、どっちかというとね三三なんかの方があが踏む距離長くて500のほうが逆にみんな仕掛けないから短くなるような気もするんだけど、うんうん、それもちょっとあるかもしれないですね,ね。ちょっと後方になると踏み出しのタイミングが難しいかなと、うんまあ、ある程度やっぱり早めに踏まないと主導権は取らせてくれないと思うのでそこは意識したいんですね、うんうん。ということは今回は主導権取った脇本を見れると。 取れたらいいですけどね、取りやすいとは言っても、僕自身に対して取らせてくれるかといったら、またそれまた別問題なんでまあでもね、あのグランドスラムっていう話もね、あのあちこちで言ってるみたいだし、まだ全日本取ってないもんね全日本だと競輪祭ですね,ね、はい、あと2つ、はい、2> まあとりあえず今回、全日本先発取れば、リーチで。<laughs> はい まあ、取ればっても簡単に言いますけどね。はい、<laughs> いや、でも今の状況からしたらさ、はい、あの、一番近いところにいるのは脇本じゃない、はい、そうですね。あのー、プレッシャーも当然かかってるんですけども、うん、答えられるように頑張りたいですね。ねそのプレッシャーに打ち勝って勝つのが、ね、あの見てるのが楽しいじゃない <laughs> まあそうですね。ただ、やる側大変なんで。<laughs> <laughs> まあ大変だけど、勝った時の喜びは大きいしね。そうですね。あのー、ねえ、む 今年の一発目からすぐグランプリ決めれるっていうのはすごく大きい、ね、だよで、ね、しっかり決めたいなというふうには思ってます。うん。まあちょっとね、あの、今年は7記念で初日、ね、2日目に結成したっていうのはあるけど、それ以外は全部一着だし。そうですね。あの、しっかりあのお客さんの期待には応えられてると思うので、うん、まあこのまましっかり頑張りたいです、ね。ねまあ、その強さをね、ずっと見ときたいというね、頑張 <laughs> ります。はい、あの、小ラさんもいると思うんで、はい、ぜひあのいい結果をね、見せてほしいなと。はい はい、とにかくまあ4日間一生懸命頑張ることを念頭に置いてそこからあの常に一着を取れるようにっていう感じで、はい、まあ一生懸命頑張れば一着取れるんだね、はい、まあまずはね <laughs> はいそれを念頭に置きたいですね、はいはい、では改めてファンの皆さん一言。は言、い、4日間一生懸命頑張りますのでおいよろしくお願いしますまああの言ってることはずっと同じなんだけどね、はい、頑張りますだけで、はい、僕は頑張るだけなんで <laughs>、はい、<laughs> じゃあ期待してるからはいありがとうございます